はい、どうも、マットと申します。本日はですね、ちょっと、画面の調子が悪くてですね、ちょっとぼやっとしますけど、ちょっと申し訳ございません、ということで、ちょっと本日はですね、ちょっと前の話なんですけど、ですね、私ですね、単勝189倍の馬を的中させました。単勝189倍ですよ。これ、11月のね、11月の18日ぐらいかな、その時にやった、時の競馬のお話なんですけど、やったレースがですね、京都第9レースの、蹴上げ特別といったレースでございます。で、こちら、189倍当てたっていうのも、その3連複でその紐で当てたっていうことなんですけど、一応軸といたしましては、その一番人気のやつを軸にして、で、その189倍のやつを紐にしてたら当たったといった形になっております。でも結局私は3連複で買いまして、ちょっと見せますわ。こちらです、こちら。はい、こんな感じで当たりました。で、配当金なんですけど、ちょっと意外と低かったんですよね。単勝が 2.7 倍、その一番人気なんで、2.7 倍がちょっと響いたのかなと思います。でも189倍ですかね。結構10万ぐらいは3連複でも行ってほしいなと思ったんですけど、残念って言いますか。しゃあないっちゃしゃあないですよ。一番人気ですから。一番人気が来たわけですから。ということで。あとなんで私はこれを的中できたのかっていったところをお話ししたいなと思います。で、結局その一着が、その名称モズ。一番人気のミユキジョッキーの名称モズ。で、二着がその189倍の、ヒデノレインボーっていう馬。松坂ジョッキーのジョッキーが乗っておりました。ヒデノレインボー189倍。で、3着が、カンピョーネ、大野ジョッキーが騎乗しておりました、カンピョーネ、ということで。これで、3連複、6万2000円くらいかな。確かそうだったはず。見ての通り、こんな感じでした。はい。で、なんでこれ、当てれたかと言いますと、そうですね、私は、結構競馬やってる時に、結構 Twitter、現在 X って言いますけど、その X をちょっとちらほら見たりしてるんですよ。例えばその素人が考えるレース予想とか、ちょっとちらほらちょっと、ほんのちょっと参考程度にっていう感じで見たりしてるんですけど、その中である一つのツイート、現在ポストですか、ポストを発見いたしまして、人気が薄い松坂ジョッキーは結構真ん中の時に来ることが多いといった、こういった、ツイートを、ポストを私はその時、たまたまレース直前見まして、それで、もしかしたら来るんじゃないかってことで、で、ヒデのレインボーを189倍入れたら来たといった形ですね。で、3着のカンピョーネに関しましては、これ結構有名な話ですけど、外枠の王のジョッキーは結構来るといった、そういったお話は、結構ツイッターとか、結構聞くと思うんですけど、前から聞いてたっていうのもありまして、普通にこれは入れておりました。ということで、何が言いたいかと言いますと、結構ですね、ツイッター X にもですね、結構、うまい情報が少し、ほんのごく一部ですけど、少しだけ存在するといったことをですね、私はね、思い知りましたよ。この嬉しい結果をもとに。いや、もうこれ見てなかったらもう全然、絶対もう、ヒデのレインボーだって当たんなかったですからね。だってもう189倍ですよ。普通に買ったらこんなんだって選ばないですもん、だって。ねえ。前走だってもう全然、正直、全然いい成績じゃなかったですし、ちょっと皆さん皆さん、それぞれ調べてくれればいいんですけど、前走とかも前の走りとかも見ても、そこまでそんないい人はいなかったんで、なんでやっぱり180キロですし、これピンポイントで選ぶなんてまず思い浮かばないですよ。でも私はこのツイート X、そのポストを見て、もう一か八かって感じだったんですけど、これは、ヒデのレインボーを選んで見事ね、2着に紐で的中して、6万2000円返っていったということで。なんで、皆さんもですね、今週有馬記念ありますけど、本当に、本当に、全然もう 99.5% ぐらいはもう全然当てにならない予想ですけどさ、その X に書いてる予想なんか、所詮。でも本当にその 0. 何パーを信じて、一回、そのレース直前に、見てみるといいですよ。もしかしたら、こうやって私みたいにラッキーなことが起こるかもしれないで、皆さんもやってみてください。はい、どうも、トットと申します。本日はですね、トット今週、来ますね、有馬記念。ですね、有馬記念の予想をやっていきたいと思います。
あれは綺麗ですね。もう結構ね、イクイノックスと今回、イクイノックスとリバティアイランドがそのジャパンカップ出たということで、まあ、今回はもうイクイノックスも引退してしまいましたし、この、まあ、主力、まあ、今年の主力2頭が出ないということで、まあ、結構その混戦が予想されているレースでもあるのですが、まあ大体皆さんもうね、1週間も経ってない、もう1週間もないので、大体まあ硬い、まあ、大雑把な予想は、まあ、ついてはいるのかなと思うんですけど、ちょっと私はですね、正直全然予想できないんですよ。私は今回3連複とそのワイドあたりを中心として、まあ、変えていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、軸がまだ定まんないんですよね。で、現在その考えてる、まあ、軸が2頭あり、2頭追いまして、それが1頭目がそのスターズオンアースなんですけど、まあ、そのルベルジョッキーの騎乗で、もう1頭がジャスティンパレス、横山武史ジョッキー騎乗のジャスティンパレスということで、まあ、どっちかを軸にして変えたいなと思うんですけど、どうなんでしょう。どっちかにしたいんですよ。で、スターズオンアースもその前走3着、ジャパンカップ3着ってことで、まあ、結構、そうですね、まあ、大外枠だったにもかかわらず、あえて3着に来たってことは結構強い、まあ、証拠でもありますから、本当にあれも、もうスターズオンアースも有馬記念の中ではもうその最有力の方ですよ、今回。なんでちょっとそこを迷ってる一方で、そのジャスティンパレスも、まあ、今年のまあ天皇賞春1着で、宝塚記念、3着で、天皇賞秋2着ってことで、なかなかこのジャスティンパレスもそのイクイノックスがいなくなった、現在の競馬界では本当にトップ中のトップを、そのトップ中のトップを引っ張っていく存在でもありますので、どっちにしようかっていうのを迷っておりましたね。もしかしたらどっちも来る可能性もありますけどね。なんですけど、まぁ、あ、ちょっと、まぁ一応、まぁ、あ、軸で、その3レックス、まぁ、あ、ワイド買うので、どっちかにしたいなっていうのを迷っております。で、あと、ワンチャンその、私まあ、一応その基本的にその今回の有馬記念は、まぁ、あ、結構固めに終わるのかなと思っておりまして、まぁ、あ、例えばその、まあ、ジャスティン・パレスとスターズ・オン・アース以外でありますと、ダービー馬のタスティエラ、サツキ賞馬のソウル・オーリエンスだったりとか、あとそうですね、何でしたっけ、あとタピタイ・タキュータがジョッキーのドーデュースだったりとか、あとその凱旋門賞4着の、スルーセブンシーズかっていった、まあ、結構本当にこの辺で大体1着2着3着が決まるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、私は1頭穴馬現在考えておりまして、まあ大体皆さんもちょっと、まあ、思い浮かべている方もいると思うんですけど、シャフリアルは結構穴馬で、まあ、来る可能性非常に高いんじゃないかなと思っております。まあなんでね、まあ理由といたしましては、その、まあ、前回その札幌記念で、まあ、結構残念な結果になってしまいましたけど、まあ、あれはちょっとまあ調整不足もちょっとあったんじゃないかっていう、そういったお話も、まあ、そのちらほら、まあ、聞いておりましたので、やはりその、まあ、その札幌記念前のその、まあ、海外に行ってたりしたんかなっていうのも、あそこもその全然悪い成績ではないですし、であと確か札幌記念の後にアメリカに行ったはずなんですよ。でそこでもそんな悪い成績じゃなかったので、まあ、この、まあ、勢いでその有馬記念、やっぱり有馬記念に向かえば割といい成績いけるんじゃないかなと思っております。で、鞍上も確か昨日発表されたのかな、松山ジョッキーということで、まあ、全然その全く鞍上も問題ないと思います。ということで、私は先ほどのようにその、まあ、結構硬い、基本的に硬いレースになると思うのですが、まあ、その穴馬としてそのシャフリアル、私は推薦したいです。